三ヶ島かな。放送事故、伊藤園レディース2日目、首位で迎えた三ヶ島に突然カメラが向けられた。そこには正座でおむすびを頬張る三ヶ島の姿が。三ヶ島はその出来事を知らされると、知らなかった、恥ずかしい、スカートなので体操座りはちょっととコメントした。三ヶ島は書道を習っていた経験から、正座が一番落ち着くそう。